あ今回はグレートティーチャー鬼塚 GTO のリバイバルの感想動画になります、えー、実はね私4月1日の放送に間に合いませんで見逃し配信これがですね4月の15日まで無料で見れるということなんでそちらの方を2度見させていただきまして、えー、そしてねやっぱりこうグレートティーチャー鬼塚がいつもの調子でそして明るいノリで登場してきてねこんな感じでね やってくるのにちょっとホッとした覚えがありますえ当然、7月1日のリバイバルの前にグレートティーチャー鬼塚の前作ね内山田先生の回とそれからスペシャルのあのカナダの北海道のやつね、あれをしっかりと見て望んだわけですけどもそうですね、まあ一発で感想というと以前のグレートさは出てなかったかなというところがありますえそれからバイクが Z2 のあの火の玉から あれれが見れてよかったなと思います。私はバイクは詳しくないんですけどもでも鬼塚が自分の好きなバイクをね乗ってるシーンっていうのは時代も相まってちょっと感慨深いものがありましたまあ、というのが今ねあのバイクってむちゃくちゃ高くて物によってはね300 500 1000万、500万、1000万ついてるそうなんですよ。だからそれと一緒に、まあ、鬼塚が共演できてね何、えー、かその鬼塚の貧乏暮らしもまあ Z2 にぶち込めてるなと思ってちょっと安心しましたね 実はね、ドラマの中で鬼塚の,の Z2 がなんか嫌がらせをされるシーンがあるんですけどもでそれを見て、ね、鬼塚があもう崩れ込んでしまって涙流しながらこうバイクを押して帰るっていうシーンがあるんですけどもちょっとオーバーだろうと思いましたね。というのが Z2 に張り紙がペタペタタされてるぐらいだったんですよあれ漫画的にはボロボロになってタイヤがめちゃくちゃになって。 でヘッドライトが割れてみたいなとこだったと思いますけどもなんせね今令和6年,6年の Z2 っていうのはめちゃくちゃ高くなってますんでそういう演出がねやっぱりこうコスト的に無理だったのかなっていうところともし Z2 をボロクソにした描写があったら全国のねバイクファンから怒られていたんじゃないかなっていうところがあってあの表現がギリギリだったのかなと思います。ただしあれれではね鬼塚がボロボロロと崩れ落ちて で泣きながらバイクを押して帰るシーンっていうのはちょっと不具合あったかなーっていうところありますね。でバイクなんですけどもそんなにねガンガン出てこないんですよ。うん、まあそれもまあ良かったかなと「週刊純愛組」っていう GTO の旧作ですか若い頃の物語それがまあメインになるんですけどももともとはそちらを見ていた方はねバイクがメインだったっていうふうな印象があるんで今回のリバイバルでバイクがちょびっとしか出ないのはなんとなく不完全燃焼だったかなって気がしますね。それがねあの 松島奈々,々子さんは今回の作品の中で鬼塚と結婚して20年ぐらいねあの生活を共にしているだけどもすれ違う生活をしているよみたいな描写だったと思いますけども、まあ、これはちょっと良かったなーって気はしましたねやっぱり2人の関係っていうのは気になっていましたしそれからふざけながらでもうんなんかね冬月先生だったですかね先生のことずっとねあの若い頃から。 追いい求めていて、で例のこれねあれを使ったシーンも出てましたからねなかなか良かったかなと思います、まあ、ただしあのシーンなくても良かったかなとついでに言うと昔の教え子が出てくるようなストーリーにもなっていましたけどもこれも別にそうじゃなくてもストーリーは成り立っていたと思うんですよそんなに重要なキーパーソンってことはなかったですねまあでもやっぱり26年目の続編ですからあの頃の10代の生徒がねおっさんになってるところを見て 現実を知るとかねそんなところもあったと思いますし、えー、そういったね小栗旬さんほかキャストの方があ40代になって出てくることで私たちが見たのはそれぞれがその他の世界で第一線を築いているってるところですよねあの時の子役が今でも活躍されていてそれが今回のリバイバルにもポンと出れたっていうのはなんかちょっとねあのリアルを感じましたね。 ドラマの中の GTO の他にドラマの外のそれぞれの芸能界っていうのも感じたりとかしましたね、うん、であとチェーンソーが出てくるシーンですけどもあれはなんかね CM の段階ではおっとすごいことがまたインパクトがあることするのかなと思ったらなんか切り刻むのがこんなちっちゃなハンドバッグっていうことであれーと思いましたねあれはちょっとうん肩透かしと言いますかねうんまあ不完全燃焼だったかなって気がします まあその他、ストーリーは、もう、はちゃめちゃで、まあ、それはもう、しょうがないと思います。あの、グレート D ちゃ・ティーんャー・オニってって、湘南純愛組の頃から、もう、はちゃめちゃですから。あ、ちなみに、湘南純愛組の、あの、実写版っていうのがね、ありましたね。つい最近でも、アマゾンかなんかで、第5話までのやつね、あの短いやつ。あれをやっていたと思います。あれ結構面白かったですよ。うん。あの、オニの若い頃を、ダンマ・リュウジと一緒に、えー、爆走するみたいなね、そんなストーリー。あれはちょっと面白かったんで、やっぱりね、 そのリバイバイルを見る前にはちゃんととえておきたいなとで、ついでに言うと原作もバシッと読んでおいた方がいいのかなと思いますけども GTO はね湘南純愛組はね、長いんですよ、うん、すようまあいいえ、ね、それはねその話ねまああの鬼塚の大胆振りってのが前回に比べるとちょっとなくなっていたかなっていうことがありますけどもでもねあの、反町隆史さん演じる鬼塚英吉なんですけども50歳にしてはやっぱりかっこいいなと思いましたね腹も出てないしね うん、体型もいいしねで足もビシッと上がるし、うん、やっぱドラマの中でもイケメンって女子生徒に言われてましたけども、うん、まさにモテそうなな中年先生になってましたね、うんまあ、その他ね、あのやっぱりもっとこうなればいいのにああなればいいのにってのは、の、ま、はあ、数え上げればきりがないんですけどもとりあえずあのリバイバルでもう一回。 登場ししてくれたたたありがいいなと思いましたそしてラストシーンねあれも良かったまたこれからも鬼塚教員をやるためにあっちこっちに出向いていくんだなっていう風な未来を感じさせるストーリーですかで何だったら続編まだ作れそうなんでねそういったい実際には作られないと思いますけどもそういった期待を残しながらのエンディングってことでまだまだ私たち視聴者の心の中にはねファンの心の中には GTO が続いていくんだなとえそしてその新しい GTO を築くのは うん、私たち自身なんじゃないかなって気がしましたねうん冬月先生ね鬼塚ねそれから教え子4人のメインの生徒うん,なんかいろいろ思い出しますね、うん、まあでもねもうちょっと何かこう見せ場があってもよかったかなって気はしますけどもねせっかくなんで、うん、だから宣伝による期待値がずっと上がったんで本編見た時に いつ山が来るんだろうか、いつクライマックスなんだろうかと思ったら終わったみたいな感じで、あれみたいな。もうちょっと何かあるんだろうみたいなところはありましたけども、でも、まあ、私は、あの、楽しめましたね。まあ、今の時代ね、いろいろしょうがないところありますよ。いわゆるコンプライアンスとか、うん、視聴者への影響とかね、うん、いろいろありますからね。まあ、他にも思いついたことがあったら、また追加動画にしようと思います。とにかくね、私たち50代と、 同じ年齢で GTO が鬼塚が出てきてくださって一緒に若者に帰ったような気がしたかなっていうところです。でこういった学園ものって先生の視点で見る人と生徒の視点で見る人っていうのがいるんですよね。で今回私はもう完全に先生の視点でした。でおそらく私が10代の頃とかは生徒の視点だったと思います。20代のの頃とかね。この お愛徳学園っていうところが舞台だったんですけども b e b u p h i g h t と同じねなんか印を踏んでますけどもその愛徳学園の生徒だったらどういう風に鬼塚を見ていたのかなというような視点だったと思いますねでももうこの年になるとねやっぱり全ての行動とか判断とかね、えー、表情っていうのが鬼塚視点だったかなと思います、まあ、ということで、えー、昔からの GTO が好きだったあかつての20代30代のファンの方もね 楽ししめたと思いますしそしておそらくそういった方々が50代ぐらいになって、えー、10代の、ね、思春期の子供さんを持たれてる、まあ、そんな世代にも楽しめる、まあ、親子で楽しめるような、ね、そんな作品になったんでよないかと思いますけどもまあ続編ないかな、うん、ありがとうございましたねもうこれ見れてよかったですお疲れ様です。